塔が17メーターございます、直径40センチの竹が99本、使われておりまして、その上に石州和紙、はい、石州和紙を3枚重ねておりますね。だから丈夫なんですね。丈夫ですね。ちょっと我々この皿、はい、ひらとかひらって呼ばれる技です。ひらという技をちょっと、はい、お願いします。はい、お願いします。フラッカーに見せて、こんな感じなんですね。12キロもあるんですね。腰にきますよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それもう一個ぐらいなんかこれは何という技になるんですか。これはもう神楽団さん全然、ね、違いますけど、はい、我々はアッパーアッパー、あ、手の動きがアッパーだから、へー、アッパーって皆さん言われてるんですね。神楽団によって確かに呼び方違いますもんね。我々はアッパーと言います。アッパーという、はいはい、どうぞ。頭から尻尾の先まで把握できてないと鎌きれいにできないですよね。そうですね。はい、その感覚はどうやって養うんですか。そうなんですね。今日はですね、この2つの技以外にいろいろ出てくるんですけれども、舞妓さんが本当に中で一生懸命回れているという姿を想像しながら見ていただくと、またちょっと違った見方ができるかなと思います。そして頭はどうなっているかというと、はい、かぶってみていただきましょうかね。首のところの布地からかぶられまして、頭はどれぐらいの重さがあるんですか。1キロくらい。あ、はい、この材料はこれも和紙ですね。和紙を植えてますね。これも石州和紙です。はい、はい、かぶられているということですね。首を今手で持ち上げておられるということになりますね。はい、こんな風におろち、ありがとうございます。